中年オタッキーです。今日はね、こいつの紹介しようと思ってたんですけどね、キャノネットジュニアの紹介をしようと思ってたんですけど、まあ別にこのカメラの紹介をしてもいいんですけども、カメラ紹介の動画ばっかり、続いて いましたんで、思い出があるカメラとか、思い出のカメラとか、憧れのカメラとか、今日はね、そんな話をね、していこうと思います。はい、それでは動画スタートしてまいります。はい、僕の動画をね、見ている人、まあ最近はね、結構若い人をね、見てくれているんですけども、全体的にね、どっちかというと僕よりその、年上の人が多いような感じもね、まあするんですけど、最初ね、一番最初にね、使ったカメラとかね、もうもちろん覚えてると思うんですね。カメラ好きの方でね、懐かしいカメラあるなとかね。まあ僕よりちょっと年上の人がね、使ってた、初めて使ったカメラとか、一眼レフとか、まあこの手が多いのかな。これペンタックスのね、スポットマチック SP ですけどね。僕はもうちょっと後の世代になるんですけども、初めてね、使ったカメラね、実はこいつなんですよ。よっと。このキャノン FT っていうんですけどね、これキャノン FT に、FL50mm F1.4 っていうレンズがついた、カメラになります。これ、僕は中学1年ぐらいの時に、親父がね、国鉄忘れ物市でね、買ってきた中古だったんですよ。で、中学3年の時にね、中学3年の、中学校の卒業式の時に初めてね、使ったんですけども、それでね、まあカメラにハマっていったんですけどね。で、まあ、このカメラで、写真部に入って写真を始めたんですけど、すぐに壊れてしまって、すぐに壊れてしまってね。で、しばらくカメラなしになったんですね。で、カメラなしになってね、まあ、不憫に思った先輩がね、貸してくれたのがね、この組み合わせですね。まあ、レンズはね、FL レンズが使えるんで、これね、キャノン T70、これタムロンのね、75-250 のね、F3.8 から 4.5 っていうズームレンズですね。まあ実はこのレンズはそのキャノン FT を使ってた時から借りてたんですよ。で、カメラも壊れたんで、同じ先輩からね、じゃあ使ってねえからこれ貸してやるって言って、結構お金持ちの先輩だったんだと思うんですけどね。ニュー F1 の AE ファインダーを使って、使っている先輩だったんですけども、サブ機で全然使ってないからって言って T70 貸してくれたんですよね。で、このレンズはね、読売のね、フォトコンテストに入選作品も撮ったね、結構思い入れのあるレンズで、この間ヤフオクでね、2000円で結構いい状態のものが出てたんでね、あ、懐かしいなと思ってね、購入したんですね。で、そのフォトコンに入選したっていう実績もありまして、親からカメラ買っていいよと、お金渡されたんですよ。12万円ほど渡されまして、で、12万あったら A1 と標準レンズぐらい買えるなと思って、カメラの土井の、博多駅前店にね、いそいそと行ったんですね。当時九州に住んでたんでね。で、まあ、このカメラが欲しいなと。これ A1 ですけどね。これは最近入手した A1 なんですけども。で、A1 を買いに行ったらね、ニュー F1 が安売りしてたんですよ。で、ニュー F1 をね、これはね、その時購入したニュー F1 ではないです。後にね、中古で購入したニュー F1 なんですけど、オリンピック仕様、ロスアンゼルスオリンピック仕様のね、ニュー F1 がね、定価14万8000円だったんです、当時は。それが12万円で安売りしてて、で、ちょうど12万で折り合う。でもレンズが買えねえなーって、レンズはこの FL レンズでいいやと思って、ニュー F1 を買ったんですね。
で、あのニューエマンカメラすげえいいのに古いレンズ使ってるのダセーとかいろいろ言われてたんですけど、今ねニューF1のね、ロサンゼルスオリンピック仕様ってね結構プレミアがついてね、あのいい値段になってるんですけど、当時は人気がなかったんです。なんでかって言ったらね、もうこれね、あの単に見た目ですね、あのニューF1のロサンゼルスオリンピック仕様ってこのキャノンの文字もね金色だったんですよね。で、あのレンズのね文字は白なのに、そのキャノンのこの文字が金色っていうのはねマッチングが悪いって言って案外人気がなかったんです。それでなんか安売りしてたみたいなんですよね。でまあ安くあのニューF1を買ってね、あの写真部で写真やってたんですけど、まあそんな感じでね、ぶっちゃけた話ね、今持ってるカメラはね最近買った以外はこれだけだったんですね。これは8年9年前に中古で買って結構ずっと使ってるカメラで、それ以外は最近仕入れたやつばっかなんですよ。これもヤフオク、これヤフオクでしょ。これはね、あの レンズはヤフオクでね、でもこの T70 のボディはちょっと前に、いや7ヶ月か8ヶ月前にあのジャンクまとめてあの大量に購入したやつの中に入っていまして、これ正常動作品だったんです。でこれはね A1 はハードオフで2000円だったんかな。うん、あのシャッター泣きしてるのが2000、今ちょっとフィルム入ってるんでシャッター遅くにいかないんですけど、でレンズはねこれあの以前なんだっけカメラの北村の藍住店で200円で買ったやつですけど、まあ、そんな感じでね、昔使ってたカメラも今持ってないとかね、あのそういうパターンでもフィルムカメラがね結構安くなってるんで、久しぶりに使ってみたいなとか、揃えてみたいなとか、僕のねその動画写真好きだけじゃなくて結構カメラコレクターの方もね見てるとは思うんですけども、そんな感じでね昔使ってたやつとかね、まあ例えばね昔ね若い頃お金がないって人はね、ちょっとこれ例出しますけど、これねこれオリンパスの OM10 なんですけど、ついてるレンズがこれテフノンね、テフノンの100-300っていうズームレンズなんですけど、マクロがついてて結構使える、レンズですけどね、テフノン結構ねあのテフノンのレンズって懐かしいなって思う人は、多いと思うんですね。カメラマンとかキャパとかにね安い交換レンズでね広告がバンバン出てたレンズですけど、今どうテフノンっていうメーカーどうなっちゃったんだろうね、ちょっと分かんないんですけども、僕の先輩とか同僚同級生もね結構テフノンのレンズ使ってて、僕はテフノンのレンズすら変えずにさ、結局このタムロンの75250を先輩に返した後はね、大沢のね80-300とかを使ってたりしたんですけどね、まあ、大沢の80-300ってなかなか中古で出てこなくて、もう一回使ってみたいなと思う、解像度が低いレンズでした。で共同のねレンズネジがすぐに緩んで共同がガタガタになって何度も増し締めして使うとか、そういうレンズでしたけどね、その昔のねカメラ、ね、この間ねその中古カメラの価格がどうのこうのっていう、ね、あれで、ハイエンド機はね今そこまで値段が上がってないっていう、まあ、話をしてましたし、フルメカ機ねこのキャノン FT とかねペンタックス SP とか、ニコマート FT とかねその辺のねカメラの値段はそんなに上がってないんで、その辺のカメラがね懐かしいなって思う人はね、もう一回使ってみたいとかいう人は集めてもねいいんじゃないかなと思いますね。で、僕と同世代かもうちょっと若いぐらいになると、もうこの辺のねキャノンの A シリーズ A1 とかね A1 プログラム、もうこれ A1 ですけど、この辺のねマニュアルフォーカスのね A カメラはね今すごく値段が上がってるんで、ちょっとバンバン買うわけにもいかないなっていう値段にはなってるんですけどね、まあ懐かしいカメラね、その、まあ、高くなってると言ってもね、その
当時の値段ほどではないんでね。まあ、A1 はね、定価で8万、ボディだけで8万8000円で、中古相場はね、5、6万してたと思うんですね、当時はね。で、今買うとヤフオクで1万2、3000円なのかな。まあ、買えなくもない値段ではあるんで、ね、懐かしいなと思った方、昔使いたかったのに、買えなかったとか、憧れのカメラだったとかね。そういうね、カメラをね、一回ね、もう一回思い出して仕入れてね、使うのも楽しいんじゃないかなと思いますね。はい。今日はね、ちょっと写真の話というか、カメラの話になりましたけど、結構ね、最近この動画を始めてね、このカメラで撮ったらどうだとか、そういう話をするためにいろいろカメラを増やしたんですけど、そのついでにね、自分が昔ね、使ってたやつとか憧れてたやつがね、どんどん集まってね、なんか最近も楽しい日々を送っております。本当にね、カメラに囲まれて、今日何台積んでるんだ、一体20台以上多分ね、トラックに積んでると思うんですけどね、楽しい日々を送っております。皆さんもぜひお試しくださいませ。で、コロナウイルスがね、すごい流行ってるんですけども、コロナウイルスが流行ってるんでね、そんなに出歩けないっていうのもありますんで、まあヤフーオークションとかね、メルカリとかね、あとそこそこお金がある人はね、そのカメラの北村のね、ネット販売とか、まあそういう手もありますんでね、ただ眺めてるだけでも結構楽しいですしね、で、外出を自粛してる時にね、ちょっとネットで眺めるのもまあいいんじゃないかなと思います。はい、今日の動画はこんな感じで、ちょっとつまんなかったかな。では、視聴者様のね、作品紹介のコーナーになってまいります。はい、視聴者様のね、作品紹介のコーナーになってまいります。まずトップバッターはね、369モノクローマンさん、いつもありがとうございます。タイトルはね、つまずく散歩道、ライカ R6、ズミクロン 50mmF2、イルフォード HP5 を ISO800 に増刊、現像液はね、コダックの HC110 ということで、この写真なんですけどね、イルフォードの HP5 をさらに増刊、したということなんですけどもね、その割にはね、ちょっと柔らかい調子で写ってますね。これなかなかですね。イルフォードのフィルムっていうのはもともとね、そのハイコントラストっていうイメージがありますし、増刊したら大体ね、そのコントラストが強くなる、っていうことが多いんですけども、で、荒々しさも出ていませんし、これなかなかの仕上がりだと思います。やりますね。コダックの HC110 っていう現像液が効いてるのかな。使ったこと、僕はもう現像液はね、富士の、スーパープロドールと、ミクロファインしか使ったことがないんで、バカの一つ覚えみたいに、使ってる。他を使わないんでね、ちょっとわかんないんですけどね。はい、369モノクローマンさん、ありがとうございます。次がね、ドリームロコモーティブさんから、組写真で3枚。リアルボトムズの世界ということでね、これカメラはオリンパス OMD-EM10、レンズがパナソニックの、ね、ルミックス G バリオ、これバリオゾナーってことかな、12から 60mm F3.5 から 5.6 ASPH、パワー OIS と、カメラ内のアートフィルタードラマチックトーンで撮影しましたということで、これ僕もね、大好きだったね、テレビアニメのね、装甲騎兵ボトムズってやつのね、スコープドックっていうモデルになりますけどね、2枚目にね、キャラクターが映ってもこれキリコキュービーっていうキャラクターだったんですけども、ただちょっとスケール感がこれいまいちですね。スコープドックっていうのは確か設定がね、全高 4.5m で、人間の 2.5 倍ぐらいの大きさしかないんで、ちょっとスケール感はあれだったんですけど、アニメのね、そのこれ、どこで撮られたんかな、これ、どこやったっけ、稲城長沼駅前に、1分の1スケールオブジェが、展示されたということでね、これ大河原邦夫っていう人が、デザインしたロボットなんですけども、まあ
地元ということで飾られてってことで、まあ地元にしても大原国よってガンダムを、デザインしてるんでね、なぜスコープドッグになったのかっていうのはちょっと面白いところではありますけどね。1分の1だからで作りやすかったからかな。ドリームロコモティブさんありがとうございます。次は野良旅人さんの作品2枚、1枚目がね雨宿り、2枚目がね太鼓に立つということでね、どちらもね、カメラはソニー α7S、レンズはソニー1635の F4 ということで、どちらも4年前に撮影したということ、静岡で撮影したということですね。これね両方ともね光がない写真になります。っていうかね、あの光があるとこに生えてない生物を撮ってるわけなんですね。光が似合わない被写体っていうのも実はあります。まあ例えばねアジサイとかね、アジサイなんかはねもう雨降りに咲く花なんで、光が似合わないんですけど、まあまあでもここまで来るとね、ここまで被写体が強いともう光とか関係ないような気もしますけどね。このキノコね食べたらねとんでもないことになるようなキノコ、ちょっとキノコの種類とかわかんないんですけども、好きなのはこう2枚目ですね。密林の中苔が生えた中にね、これシダ植物ですか、なんて植物か僕知らないんですけどね、これなかなか雰囲気のある写真になってますね。はい、野良旅人さんありがとうございます。次がね、北野隆さん、投稿で、1枚目がねつらら、オリンパス OM10 コシナ AF2870F3.5 から 4.8 で、2枚目がね雪の散歩道、これミノルタ SRT101 MC6 コール PF、55mmF1.7、家の物置にねできたつららをもっと寄ったつもりでしたがまだまだでしたということで、2枚目は雪の降った夕方の、翌日の夕方、公園の皆が通る散歩道、日が当たってたので撮ってみました。2枚、ジャンクのカメラとレンズどうでしょうということで、まあ、これね実は、1枚目はまあ悪くはないんですけど、2枚目の写真がいいですね。これ、太陽がねその正面から来てる時間帯なんですけども、その太陽の光が直接レンズに入らないように木でガードして、ほんで、これ地面の反射、雪解けかな、凍ってるのかな、を反射を写した写真ですごく印象的な写真になってます。露出もいい感じで来てるのかな、これジャンクでよくここまで撮りましたね、いい感じだと思います。北野隆さんありがとうございます。次がね1都市9の作品、いつもありがとうございます。2枚ですね、バラ写真2枚、1枚目がね R500、2枚目がねいつもの橋ということで、どちらもカメラがねコニカ現場監督 WB28、アグファフォト100というフィルムで、撮られております。アグファフォトは確か中身ケントメアなのかな、どうかな、ちょっとはっきり調べてみないと分かんないんですけどね、調子は似てるような気がしますけどね。ほんでコニカのね現場監督の WB には28と35があるのかな、 28mm 番長と 35mm 番長、どちらもねいい写りするらしいんですけど、まあ、ズバ抜けたねその解像度で写ってますね。なかなかですねこの2枚。これコニカ現場監督でピント合わせはオートなのかな、解像度素晴らしく高く写ってますね。まあ時間帯的にこれ結構ね絞りが絞れる時間帯でしょうからね、それも効いてるのかもしれませんね。はい、一都市九さんありがとうございます。でねちょっと最近投稿が多くて、また6名ほどのね待機者を出しておりますけども、ちょっと今日はここまでということで、次の動画もね早急に作っていこうと考えてますが、なかなか時間がないんですけどね。はい、次は好評の俺のカメラのコーナーになって、はい、俺のカメラのコーナー、今日はね1名の紹介で、369モノクローマンさんからね、ライカバルナック型 3A レンズがねヘクトール 28mmF6.3 のパンケーキレンズ、晴れの日のねパンフォーカス用でねファインダーなしでバッチリピントがきますということで、晴れ、ね、私にとって晴れの日の神レンズ
っていうことなんですけど、これ見た目のが面白いですね、これね。一応ライツヘクトルということでね、ライカの純正レンズみたいですね。僕ライカは全然詳しくないんですけどもね、ライカね、一度ね、使ってみたいなと思って、もうコピーライカでレンズだけとかそういうのでもいいんでね、使ってみたいとは思ってるんですけど、なかなかね、予算が結構ね、するんですね。また、ちょっと最近値上がりしてるような気もしますしね、どん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 遠のいていってる、カメラではありますがね、そのうちね、一度は使ってみたいと思いますね。結構ね、やっぱりライカだなっていうね、話はよく聞きますんでね。はい、369モノクロマンさん、ぜひね、このカメラ、このレンズで撮った写真もね、作品投稿していただければと思います。はい、今日はね、やった、やっちまったのコーナー、一応投稿来てるんですけど、ちょっと待ってっていうことで、待ったがかかってるんで、今日はね、やった、やっちまったのコーナーはお休みとなります。またね、投稿がありましたらね、投稿のネタがありましたら、どんどんね、投稿していただければと思います。今日の動画はね、こんな感じになるんですけども、結構ね、今年度末、年度代わりでね、バタバタしてるんでね、動画を作る暇がないんで、次の動画ちょっと遅くなるかもしれないんですけどもね、また頑張って作っておこうと思ってるんでね、お待ちいただければと思います。コロナウイルスがね、もう、爆発的にね、流行ってるんでね、僕のね、コロナウイルスのね、予防っていうのは、もうとにかくね、人がいるとこに行かないことということで、この間もツイッターでね、もうちょっと遠目を走るのをやめましたっていうね、ツイートをしましたけど、パーキングとかでもね、なるべくね、人がいない、閑散としたパーキングを選んだり、いろいろ工夫してるんですけどね。感染したら本当にやばい病気なんでね、皆さんもね、ご自愛くださいませ。例えばね、東京とかでもね、可能であればね、電車から自転車通勤に切り替えるとか、なんか、できる対策で、ね、自分なりにね、できる対策を何か、やったらと思いますね。本当にね、死んでしまう病気になりますんでね。はい。皆さんご自愛くださいませ。それではね、次の動画までね、またね、ご期待くださいませ。最後まで見ていただきありがとうございました。まだね、チャンネル登録してない方ね、ここにチャンネル登録ボタン出てきますんでね、チャンネル登録、していただければ嬉しく思います。んで、いいねボタンね、押すとね、成績が上がっていって、順位が上に上がっていくみたいなんで、いいねと思った方って、どんどんね、いいねボタンを押していただければと思います。今日の動画はじゃあこの辺で、また次の動画までお待ちください。ごきげんよう。さよなら。病気にならないようにね、気をつけて。